うすみさま先生がアースウォーカーに入っちゃった。どういうことは？ウィスいやいやいや、なんかめっちゃウィスパーほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、それじゃあ行きますか。大丈夫かい、ミケッティよ。あーだりー、くそ、首輪ごときにこの俺様が。まあ普通に変身できることが分かったけん、まあいいや。どうした？めっちゃ見上げよる。もういいのか？はい、大丈夫です。お主らに待っているのは死のみ。その覚悟ができたのだな。いいえ、やっつけます。殺しの暴走機関車ミケッティを何とか制御することができたものの、今度はエルゼメキアが殺し屋を差し向けてきた。相手は宇宙を渡り歩いてきた歴戦の猛者のようだ。覚悟を決めてピットブルに戦いを挑もう。は、先駆者たちの技術革新3巻着実に集まっていきよる。はい、挑戦します。ねえ、いい加減待ちくたびれたんですけど。一緒におったんやね、ずっと。もう思い残すことはないようだな。これからも行きますよ。良い覚悟だ。へっ、ぶっ倒されんのはお前らの方だぜ。そうだそうだ、威勢だけはあっち側についとるかのようなやつやけど。圧倒的な力の差がありながら弱き者をいたぶるように殺すのは流儀に反する。圧倒的ではないと思う。それがし自ら手を下さずとも良いだろう。え、何？どういうこと？お前たち、処理しろ。そういうこと？いや、さすがにそいつらにはあっという間に。ラジャー喋るんや。喋るんや。DG トルーパー。あれや、ライオトルーパーみたいな感じなんや。名前。もう好きにすれば。そんな感じ、そんな感じ。チンペイ君、来るよ。来ちゃうよ。さすがに、こいつらだけマジで？やるっきゃないだろ。一瞬でやっつけるんじゃない？戦うぞ、またろ。めっちゃ強いんかな。わからんけど。DG トルーパー。DG ってドッグってことかな。こいつら。なるほど。ただの雑魚じゃないぞ。当たり前だ。DG トルーパーは、各々が鍛え上げられた戦士。舐めてかからない方が身のためだぞ。上等だ。やってやら。やってやら。カモンベイビー。待って、技出んかった。ヘイ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 。全然技出んかった。たそがれ、ヘイヘイヘイ。乱れ打ち、吹っ飛ばしたったぜ。知り止めるがいい。待って待って、しびれたしびれたしびれたよ。前進。アイテムとかもね、こっちで拾っていかなくっちゃ。一生タイムだぜ。ヘイ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 。ビリ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 。ワイルドアクション。ヒット。ヒット。ヘイヘイ。うわー、イエーイ、草月のロット。黄昏れ、乱れ打ち。ヘイヘイ。なんかあれやね、下の輪が見えにくいよ。ゴール決める時のあれ。敵はどこに？なんかあっち側におる。あ、ここか。なんか増えた。なるほど、追加でやってくるんすね。ずるいわ。ショータイムだぜ。ワイルドアクト。ずるいわ、そういうの。挨拶代わりだぞ。だいたい押さないで、押さないでくれます。たそがれ、乱れ打ち。どれだけいるんだ。いろいろ敵の数がちっとも減らない。もしかしなくても、全部やっつけたと思うんだけど。私たちじわじわ追い詰められてる。まだいるんすか。今頃気づいたか。何？いやー、まだまだ現れるやん。ダメだ、倒しても次から次に出てくるよ。これじゃあキリがない。降参すれば楽に行かせてやるがどうだ。しません。降参すればラクダに乗せてくれるだと？そんなこと言ってないわ。なんでそんな楽しそうな状況になったの？受けてる場合じゃないから。緊張感がないな。ミケッティオ、どうした？最強の猫妖怪じゃなかったのか？お、ここで煽って首輪のせいで力が入らねえんだよ。死にたくねえんならこれ外せ。味方になってくれます？外したらあいつら全員俺様が片付けてやるよ。お、マジで？マジ？ダメ、チンペイ君、そい
なくあなたを先に殺すつもりよ。いや今そういう場合じゃないから、し、何どうした、外す。エンマダヨウは首輪でミケッティオを制御できると言った。だが首輪をはめられた奴はその力を大きく制限されてしまっている。ならば奴がエイリアに対抗できる最強の切り札になり得る根拠とは何だ。はめとるだけじゃ大丈夫なんじゃなかったん。もうずっと力吸い取られよ。生きながらえてもそれだけ苦しみが続くだけだぞ。さあそろそろ終わりにするとしよう。終わりません。ダメだ。ミケッティオ、UR ウォッチさえ完成していれば。そうよ、結局あれ持ったまんまやけど。どう、何、ジマ受け取れ。んミケッティオで変身する、するの。え、なんだこれ、ウォッチ。この後に及んで何をする気だ。でもまたあれやない、技が一個しか入ってないとかそういう。そいつはなんだ、吸い込まれそうな腕のそいつは。お、来るか来るか。 UR ウォッチを使ってミケッティオと融合変身するんだ。変身か、でもメダルが。剣豪ベニマル、ワイルドボーイ、ブルームーンのメダルを使え。3つのメダルを連続して UR ウォッチに入れろ。そんなことできんのか。考えてる暇はない、やれ。これでいいのか。変身。いけるんすか。みんな変身を待ってくれよる。なんだ、吸い込まれる。おお、来たよ来たよ来たよ、新しい変身。何、どんなやつ。うわー、穴が開いてよ、体に大丈夫なのあれ。お、黒や黒、アースウォーカー。なんかローラースケートみたいなの入ってるね。どうでもいいけど、アースウォーカー。どういうこと。あれってもしかして、どうでもいいけど、最強フォーム。うほー、きたー。でも技は少ないんじゃないの。しかもアースウォーカーって名前も生かす。すさまじい戦闘力。マジで力を隠していたのか。面白い。でもね、一人で戦うわけじゃないよね。何これ、聞いてないんですけど。言ってないもん、こっちも知らんかったし。これがエイリアに対抗できる最強の切り札。うん、うん、まさか最終調整なしにウォッチを稼働状態に持っていくなんて。よし、兵士もどきは私たちに任せろ。お前はボス犬を頼むぞ。一人、え、違うよね。違うよね。はあ、俺さ、指図されんのが嫌いなんだよね。なんかこれはきっちり陣平の声って感じやね。何、俺が誰と戦うかは俺が決める、覚えときな。こいつ。ってことで、お待たせちゃん。くワンちゃん、やっちゃって。ほう、お主随分な自信のようだな。大丈夫、やられない。動かすのは私やけど。それがしの方が戦闘力は格上。どうということはない。戦闘力とか意味ねえ。なら確かめてみるがいい。戦闘力は意味あるよ。おお、来るか。いや、周りもちゃんとおるよ。いざ勝負。へえ、強そうですけど。暴走機関車。周りもちゃんとおる。よかった。ほら、技一個しかないやん。ちょっと、もう変身しない。ダイナミック猫エンド。何それ、ダッサい名前。バカにしてんのか。非常にダッサい名前ですけど。ものすげえ気のぶつかり合いだ。あいつら、化け物だぜ。スピードは速いような気がする。受けられない。私たちだってやれるんだから。絶対強烈な技出してくれるってやん。うん、当たってないよ。当たってない上になんか技出しよる時間長くね。その間に後ろがラーキやん。おせえよ、おせえよ。めっちゃ吠えてるけど。ダイナミックネコエンド。技の名前、おせえよ。これあれかな、技出す時に後ろ向いたりとかするんすね。するんすね。面倒だな。
そら。ゴーゴーゴー変身。暴れてごめん。待って、押せよ、受けよ。確かにスピードはこっちの方が上な気がするけど、どうなんすかね。押せよ、受けよ。なんかこの技がしよる間めちゃくちゃ好きだらけな気がする。ダイナミックネコエンド、超好きだらけな気がする。あれさ、あのなんかハーって出しよるやつ、遠くに寄ったらわかるけどさ、近くなんか攻撃範囲に入ってなくない？あれ？あらや！なに、どこ行くの？あれ、どこ行く？やばい。あらや！お、もしかして、ここまでか。じゃあ待って、はい、こっちで変身します。終われないっしょ。え、ちょっと待って、変身しようと思ったのに。アンコールサンキュー。うん、はい、こりゃこりゃ、受けよ。はい、行きます。今度こそ変身。変身いくぜ、スカイスネーカー。イエーイ。どこ行った？ヘビも行こうぜ。面白い。時間だ。これこっちの方来るんじゃない？ほら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 。じゃあ待って、なんかみんなみんなみんな。ほっ。危険。ヘビに目立つ。しびれたしびれたしびれた。でも今の間にみんな復活した。ああいうヘビ。こいつ結構あれよね。やっぱ動きの悪いよね。ハイパービート。力は強いんかもしれないけど、なんか隙も多い気がするとか私に言われたら終わり。受けよ。はっ、あのマークが出てからもなんか攻撃してくるの遅い気がする。やりよ。イエーイ。今技を出そうとしたんだけどね。イエーイ、やったぜ。ほらね、勝った。マジで勝っちゃったっしょ。ここまですごいなんて、これってもしかするかも。見えてきたな、勝利への道筋が。エイリアンもやっつけちゃう感じ。なあ、手応えねえな。すげえかったるそうに喋るな。すごい、最強フォームきたー。うんうんうん。あれ、あれ、なんか新しいニコちゃんヒーロー結構強いじゃん。ワンちゃんたちもやられちゃって、こうなったのはみんなあなたのせいよ。どいつ？何？そもそもあなたがいたせいでエイリアンウォッチが作られて、この学園で YSP ウォッチなんてものができちゃうことになったんじゃない。そういうわけであなたには消えてもらいます。私を消すだと？そもそもあれやんね、君らがラントの家族を消したから。お呼びでしょうか、エルゼメキア様。めっちゃなんかめっちゃ声と顔が合わんねえけど、こいつ家族を。あの時の宇宙人、こんな声なのね。改変ポイントは割り出してある。霧隠れラントの家族を抹殺した地点よ。改変ポイント。前任はなぜか一人の少年を取り逃がした。我々にも謎でした。何、歴史を変えるというか過去を変えてくるってこと？じゃあお友達の尻拭いお願いね。え、そういうこと？そんなことされたら無理やん、何もできんやん。さーて、どうなるかしら。タイムマシンみたいなものがないと。うわー、うわ、消え出した。ラント君、早速。貴様、何をした？過去に私たちの仲間があなたを殺し損ねたみたいだから。じゃあ、あいつそんなものじゃなかったんやね。仲間なんや。そこに資格を送り込んで、ちゃんと殺してもらおうかなみたいな感じ。バカな、そんなことできるはずがない。え、でもここが消えたけん、他の妖怪ウォッチじゃないわ。他のウォッチとかも消えていく。偉大なるマゼラ様にならできるんだな、これが。まあ、みんなの記憶からも消えていくってことなのかな。宇宙人にはそこまでの力があるのか。え、マゼラ様は宇宙人じゃないけど。え、なんなのあれ、すごい宇宙人っぽくしかなかったけど。なんだと。ではなんだと言うんだ。教えてあげない。教えるわけないじゃん。
うわあ、何消えてしまうの？殺されたの？さよなら、生徒会長、霧隠れランド君。そしてみんなの記憶からも消えるの？会長！ランド！私は、奴らと戦えるものをこの地上に残すことができた。何？お亡くなりになるの？でもウォッチャー残っとるってこと？上々じゃないか。私の役目は終わりだ。くそ、どうすることもできないのか。過去を書き換えられたらどうしようもできんよね。ウィー来たよ。ジンペイ君、これを変身してこのメダルを使うのです。何？こっちの味方なの？隅沢先生急激に出てきたけど、こっちの味方？向こうの味方じゃないの？そうすればラント君を救えるかもしれませんよ。え、本当か？え、召喚メダル OK 春彦を手に入れた。何？君？ウォッチにメダルを入れて OK 春彦とおっしゃってください。何？なんか間抜けな格好になりそうな気しかしないメダルなんやけど。よくわかんないけど、とにかく急がなきゃ。大丈夫なん？なんか変身。何？薄見沢先生と合体するの？どうでもいいけど、アースウォーカー、このメダルを使えばいいんだな。なんで最初からあのメダル使わんかったん？一回変身してからじゃないといかんの？オーケー、春彦。おぉ、薄見沢先生がアースウォーカーに入っちゃった。どういうことは？ウィスいやいやいや、なんかめっちゃウィスパー頭の中めっちゃウィスパーなんやけど何？どういう状態？私、ある筋ではちょいと名の知れたナビゲーターでございます。うん、めっちゃウィスパーだね。あなたの要望に全てお答えします、はい、さあ、何なりとご用命を。何？どういうこと？過去に行きたい。そういうことか。 OK 春彦、ラントを助けるには。何その OK グーグルみたいな感じ。かしこまりました。お答えしますでウィス。あなたはブルポン殿の人の記憶をたどり、時を超える力を受け継いでいます。ブルポン、そんな能力があったん？ラント君の記憶をたどれば、敵の死角が現れる時間にジャンプできますよ。マジで？つまり過去に向かい、ラント君を守ることができるのです。わかったぜ。でも消えかけるってことはもう殺されようんやない？大丈夫な？回復できるの？コマンドメダル、メモリアルジャンプを手に入れた。あ、これで過去に戻るってこと？メダルが出てきた？ウォッチは隠された力を認識することでメダルを生み出すことができるのです。でも攻撃には使えなさそうなメダルやね。さあ、ラント君を助けに行きましょう。アースウォーカー、お願い、ラント君を。ああ、任せろ。メモリアルジャンプ。あ、これが過去の。なんだこいつ。女の子かと思った一瞬。はあ、もうやられよるよ。ほう、こいつには利用価値がありそうだな。どういう利用価値がありそうと思ったんやろ。てか、広家予定変更だ。こいつを母船に運ぶ必要はない。ここで消せ。お前は？あ、さっきのやつか。これは未来からの命令だ。了解した。予定変更？最初から殺すつもりじゃなかったってこと？待て。でも今確実にね、こいつには利用価値がありそうだって。こいつの独断っぽかったけど。お前は？その答えを聞く前にお前らは死ぬ。この二人をやっつければいいってこと？うわぁ！え、てかさ、過去に戻れるんなら、まあでもそっか、ラントの家族がやられる前までは戻れんのかな。そこをしてしまったら、変わってしまうんかな、未来も。なんか来たんですけど、何？カラス来たよ、クローマン。何者かは知らないが、邪魔をするのならば消えてもらおう。何あのでっかいソファー。え、どういう？てかもう家広すぎやし、めっちゃ金持ちやねん。ふーん、なるほどね。分かってきたよ。何が？宇宙人の本体は物質ではなく霊体のようなもの。
怨霊たちみたいな感じ。乗り移った者の力を増幅し活動させることができるってところかな。どういうこと？こいつはカラスに乗り移っとるってこと？ならば仮に私を倒せたとしても意味がないことぐらいわかるだろう。あ、こいつもこれが本体じゃないってことか。入り込んだ殻を倒しても本体である魂は死なないってことか。今も生きとんかな、こいつの魂。その通り。誰か知らんけど。オーケー、春彦。ウィスーなんだ。実体のないエイリアンを消滅させる方法、調べてあんだろ。もちろんでございます。マジで？エイリアンの本体を形成する霊体エネルギーの性質はマイナス。そして妖怪が持つ陽気の性質はプラス。つまりエイリアンの本体である霊体に陽気を流し込んで攻撃すれば、マイナスとプラスがぶつかって中和され、完全に消滅させることができます。ちょっと何を言ってんだかよくわからんけども。そういうことか。クソ長い説明ありがとうよ。お褒めに預かり光栄でウィス。どうすればいいの？普通に戦えばいいの？技を使えばいいの？死んでもらうぜ。できるかな？ただの小物が凶悪ぶっても間抜けに見えるだけだぞ。貴様、図星すぎてカチンときたのか？バーカ。うわ、そんな怒らせなくても。音楽がいい。どこ、この空間なんか人の家じゃなくなったよ。私はマゼラ様に選ばれた、いわば戦いのエリート。貴様、何ぞに遅れは取らん。あ、そうか、しかおらんやん。自分で言うほど間抜けなものはないぞ。やってきたけどさ、黙れ。え、怖い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 。自分一人しかおらんよ。せい。何、弱くね？ちょっと待って、いや弱いけど、ちょ待って。いやー、もうワイルドボーイみたいに遠くから攻撃したらいいのに。あ、でも結構弱そうな感じする。せい。いや、でも普通に正面からやったらダイナミックネコエンド。ちょっと待って、届いてない。押せよ。いや、いくら弱いって言ってもさ、ずっとダメージ受けよったら押せよ、体力減ってくよね。ちょ待って、はっはっ、なんだこの攻撃を出し合うときに、なんか、ね、暗いな、余裕余裕。攻撃をしていけばいいんじゃないかと思うけど、全然避けれてない。そら、ちょ待って、そら、技が溜まるのが遅いよ。さあ、ラストダンスだ。これで結構いけるんじゃないの、なんか。そら、暗いな。ね、ちょ待って、スタスタ歩いていかないでくれますかね。そら、相手側の体力を見てちょっと自分かと思って。ダイナミックネコインド。はい、オッケー。なんかレベルも上がったし、イエーイ。どうだ、お前らの嫌いな容器を込めた攻撃の味は。クリアー。なんかいろいろと武器をゲットしたし。さて、クローマンもゲットしたやん。ラントはどうなったかな。ラントは無事。これでこんなに経験値もらってもよろしいものなんすか。これで止まるのでは。はあ、よかった。よかった。なんと。でもあの宇宙人いっぱいおるんじゃない。そんなことない。あの2体しかおらんの。過去のラント君を守ったんだ。なんか何体でも過去に送り込んで繰り返せないの。まさか消滅を免れた。あいつら失敗したのか。そうだ、思い出した。あの時見たこともないコスチュームを着たやつに助けられたんだ。は、記憶が変わった。だから私は生きていた。何ですって。そして私は元々ってこと、自らの存在が強く歴史に刻まれた手応えを感じる。元々っていうか、まあそっか、そういう風に記憶が変わったってことか。あの宇宙人のやつら偉そうにしてたけど、全然大したことなかったぞ。骨折り損だったな。お疲れちゃん。確かにあのカラスはすごく弱かった。うん、
形勢逆転だな、エルゼメキオ。ついに、ついにここだ。さあどうする、エルゼ、目玉。違う。そこ、いいところだから間違えないで。クリアソーカーになってもそんな感じなの。くめんどくさいけど、これはこれで面白い展開と言えるかもね。まあ強くなったしね。うん、その調子でどんどん強くなってね、私のために。でも最終的にはやられるんでしょ君。わけのわからないことをいつまで強がれるのか。消えた。逃げたか。いや危ないところでしたねちょっと待って、薄見沢先生もう出てきていいんじゃない。お、来た来た。君は何なの？薄見沢先生。悪霊なの？悪霊？怨霊？あんた何者なんだ？ラント君を助けるのに急いでいたとはいえ、いろいろ説明をすっ飛ばしましたからね。でもさ、ここ普通にね、来る星ナイと一緒におったし。まず、私の素性について教えて差し上げましょう。味方なの？敵やと思っとったよ。私、元は妖怪でございまして。妖怪？ウィスパーから薄見沢先生になったってこと？ええ。そして皆さんもすでにご存知かと思いますが、 N 星人によって妖魔界が滅ぼされた時、私自身も奴らの手によって滅ぼされた。 N 星人？うん、 N 星人。 N 星人ニックキ異星人ということで、私がつけたコードネームでございます。ぴったりでございましゅ。体を失った私は気づくと人間に生まれ変わっておりました。人間にしてもおかしいけどね、顔そしてこの世界でエンマ大王様と再会しましてね、あの方の指示であなた方を裏でこっそりサポートしていたのですよ。向こうにもちょっと油断させてみたいな感じ。してましたっけ？全然知らないけど。こっそりと言ったでしょ。ま、詳しい話は明日学園長室でお話ししますよ。学園長も把握してる。皆さん今日はお疲れでしょう。そうですね、さすがにいろいろありすぎた。僕ももうクタクタだよ。ちゃんと妖怪ウォッチとつながるんやね、話。腹も減ったしな。繋がってるかどうかわからんけどでは休みたくなったらいつものように宿舎で声をかけてください。了解です。皆さん本日は大変お疲れ様でございました。お、召喚メダルミケッティを手に入れた。これでいつでも変身できるってこと？ふぅ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ薄見沢先生ね、ウィスパーやんって最初から思いよったけど、本当にウィスパーやったんやね。なるほど。で、これからは、あれか？表立ってちゃんと協力をしてくれるということなんかな？